川崎 Z1300、北米米 KG1300 とは、川崎重工業が製造販売を行っていたオートバイである。Z1300 は、ドイツケルン賞にて1978年に発表された。同時期に発表された、ホンダ CBX1000 と同じく直列6気筒エンジン搭載車であるが、CBX が、クーレーィオ h c 4バルブ100047。 cc であったのに対し、Z1300 は、水冷 DOHC にバルブ 1286cc であり、日本メーカーの車両では、当時最大の排気量を誇っていた。なお、駆動方式は、ツワラー色が強いシャフトドライブを採用している。この排気量は CBX が 1000cc 以上で、開発されていると分かったため当初計画の 1200cc からアップされたとか、 当時のハーレーダビッドソンの排気量を超えないよう配慮したためなどと言われている。120PS の Z1300 の発表を受け、ドイツではオートバイの100バリー機器が発表されたという逸話がある。北米使用の車名は KG1300 となり、フューエルタンクが欧州使用の27リットルに対し、北米は21リットルである。キャブレターはオートバイとしては、 珍しい2バレル3連装、A1 から A5 までマイナーチェンジを行いながら生産。1984年よりインジェクションが装備され、ZG1300 となりヨーロッパにのみ販売される。なお、インジェクション化により 130PS へと馬力アップとなった。一方、A4 から 99PS にパワーダウンであったドイツ仕様は 110PS へとバ力リアップとなった。モデル形式としては、標準モデルの A 型、ツアラーモデルの B 型が販売され、KG1300 バイトツーリングは、その後、ZA の1 3 0 0ボイジャーとして、モデルチェンジを受けることになった。なお、ZA の1 3 0 0ボイジャーには専用のフレームが与えられ、インジェクションが装備された。当時、Z1300 を、 川崎の最高のフラッグシップマシンとして開発するに当たり考えられたのが北米での市場の需要であるいわゆるクルーザーのジャンルであったこの目論みは成功し Z1300 は世界中のライダーたちに受け入れられ10年以上にわたるロングセラーモデルとなった開発当時最高のフラッグシップマシンとしての専用設計などが考えられた唯一無二の存在として エンジン、クレーム、そして外装は、タンク、シート、テールカウル、サイドカバーなど、さらにメーターや、ウィンカーと、ヘッドライトとテールランプにバックミラー、果ては左右のハンドルスイッチボックスなどまでにも、専用パーツが振る舞われた。ただし、消耗品は、当時の Z1 や Z1000 などの消耗品と、共通であるものが多い。1980年代の後半に入った頃には、 すでに標準化されつつあった装備だが、1978年の発売当時としては充実していた。エンジンオイルの量はマイナーチェンジの度に増加した。これは熱の問題があったためとも言われている。だが、ZG1300A1 からのクランクケースの大幅な変更により、以降のマイナーチェンジ時ごとのエンジンオイルの量の増加はなくなった。ありがとうございます。